出したら前から走りながら、コントロールができてない。できないですか。3万5000円ですよこれ。さて参ったなでしょ。あーどうもお疲れ様でした。あーやだなあるよね。それからどっか都会の方に行ってしまって、うん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 、こ実際ここに住んでなくて、はい、でもホームピッチみたいになってしまった。あ、そうなんですね。草刈り場なんだ。そう、えらいことなんですね。それからそう、ね、もう周辺全部そうですよ。1000坪ぐらいあるけん、草刈りだけでね、3日ぐらいかかるんですよ。すごいですね、そりゃそうですよね、うん、もう大変だと思う。3日で終わらそうってすごいですね。いや、やるしかないけん。どうぞ、こっち来てください。これパカッと外れますから、うんうん、5箇所ぐらい止めたら、うん、相当な容量入るんですよ。あれ色やったらあげます。あ、そうです。いや、うん、僕もね、あれ買おうと思ったんですよ。あ、そうですか、うん、これちょうどぴったりやから。ちょうどね、うん、それこそ黄色いやつはね、大丈夫。うん、これね、でかいけんね、うん、もうね、すごい便利なんですね。これでもいいんだけど、うんうん、僕はこういうふうに使った、うんうんうん、あんまりね、風の抵抗関係ないけん、そうですね、これでいけると思う。 50cc は30キロしか出せんけんね。そうそうそう、これならもう、法定速度だと50キロまで出せるかな。結構大事に走っとるから。すごい綺麗ですね。オイルはね、うん、結構定期的に変えよったけん、はい、エンジンは綺麗なはず。オイル変えよったらまあ大丈夫です、ね。うん、ただ一つ問題はこれ、うん、このタイヤね、はい、これほぼピークやけん、これは絶対変えた方がいい。そうですね、うん、で、あの昨日バッテリーは充電したけん、はい、で普段から一発でかかりよったんやけど、うん、まあ、念のためにと思って充電したんですよ、うん、これがないとここから風が入ってくるみたいな。これがあることによって体に風、ここから風が入ってこんで、なるほど、ううね、めっちゃ楽ですよこれ。ものすごく快適。ものすごく快適。よ、こう見よってこんなオプションであるんかなって。うん、エンジンかけてから積みます？あ、そうですね。うん、積んで。じゃあ かけますね。しますね。これね、スペアキーと、はい、これは説明書と、はい、あと整備手帳。整備手帳ほとんど記入してないから、はい、手帳です。はい。じゃあ、積むのはお任せします。あ、います。向こうまで押していくのは押しますけど。はい、おお、これは。これ前積みます？あ、そうですね。すみません。あ、はい、どうぞ。積みます。はい。じゃあもうバイク持ってきていいですか？ここはちょっとこけんようにしないからな。気をつけないかんぞ。はい。よいしょ。当たりそう、当たりそう。
上がった時だけね。そうですね、ちょっと多分大丈夫だと思う、これやったら。うん、あのセンターも立てれるけどサイドの方がいいでしょ。まあサイドがいいですね、はい、あんまり乗ってないんですね。うん、回数的には少ない。あロングライドが結構多かった。ああそうなんですね、うん、結構じゃあちょこちょこと行かれてきた。うん、あの帰って多分400なんかよりも、うん、長旅するんやったらこっちの方が楽なと思う。そうそう、高速は使えんのがちょっとあれ難点ですけど、のんびり行くならね、もう絶対これのもんですよ、うん、ね、そう、うん、それねみんな言います。うん、そう、誰もするかそれのもんですよね、やっぱり、うん、ゆるまんからね、兄に教えてもらって、うん、それやっとったら大丈夫。うん、これなら十分な、ベストは大丈夫と思います。いろいろとありがとうございます。いやいや、こちらこそ大事に乗らさせてもらいますね。ええ人に引き継げてよかった。あの壊れるまでずっと乗ると思いますね。まあね、こういう田舎で使ってくれる方が荷物が結構やっぱ乗るっていうのが、うん、やっぱ草刈りもそうやし、そのいろいろとやるのに結構ね、荷物が乗せれるんで実用の、実用の単車になったらな。すごい、ありがとうございます。はい、本当に役に立ててくれる人が一番やから大事に乗らさせてもらいますんで。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、はい、はい、やってやってください。はい、お気をつけて、本当にね、うん、ありがとうございました。はい、はい、どうも失礼します。ありがとうございます、失礼します。いやー、しかしすごい雨やなこれ。ここでお見送りしようか。ありがとうございました。気をつけて。はい、はい、どうも。